自慢じゃないけど、俺はくじ運が悪い、すこぶる悪い。駄菓子の当たりくじを引いたことがない。アイスバーの当たりくじも引いたことがない。クラスの席決めはいつも最前列ど真ん中だ。気になる女の子の隣に座れた試しもない。雑誌の懸賞に当選したこともなければ、宝くじの高額当選なんて地球が滅びたって起こりえない。ちなみに連番で10枚買えば必ず1枚当たるというあれは例外だ。俺はあれを当たり口と呼びたくない。とにかく俺はこの世に存在するくじというくじにとことん縁がない。17年間生きてきて当たりくじというものを引いたことがないのだ。だから夕飯の食材の買い物をした時にもらった福引券にこれっぽっちの興味も湧かないのも至極当然だった。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。福引券をお持ちの方はこちらへ寄ってらっしゃいませ。見てらっしゃいませ。一等賞は空前絶後の超豪華商品ですわよ。当てれば末代まで語り継がれること間違いなし。皆様ふるってご参加くださいませ。チャンスの女神には前髪しかないって聞いたことがある。そんな後頭部が剥げ上がったようなパンキッシュな女神はあいにくとこっちから願い下げだ。でもそのメイド服を着た女の子は運命の女神がいるとしたらきっとこれくらい超絶的に可愛いに違いない。そして健全な男子なら誰だって一度は夢に見るような女の子と俺はバッチリ目が合ってしまったのだ。思えばこれがまさしく本当の意味での運の月だった。持ってます？お金？嫌ですわ、カツアゲじゃないんですから。福引券に決まってるじゃないですか。ああ、でも1名様ご案内ですわ。ちょっと。さあどうぞ、景気よく回しちゃってください。いやだからさ、ちょっと待ってくれよ。確かに福引券は持ってるけど、俺は妹にあげようと思ってるから。またそんなことして兄の株をあげようだなんて、やることがみみっちいですわよ。ここは男らしくガツンと一等を当てちゃいましょうよ。いやそれ無理だから。チッチッチ、やりもせずに無理とか言っちゃうその根性、修正した方がいいですわよ。ご忠告感謝します。それではどうぞ、この抽選機を回してくださいませ。ぐるんぐるん回してくださいませ。人生はいつでも出たとこ勝負の大博打、勝つも負けるも才の目次第。さあこの運命の抽選機も手ぐすね引いてあなたを待っていますわ。あのさ、やっぱ遠慮したいんだけど、
本当に回さなきゃダメ？ダメです。どうしても？どうしてもですわ。こんな可愛い女の子にどうしてもなんてせがまれた日には、大抵の男子は押し負けるものと相場が決まっている。そして俺は間違いなくそんな大抵の男子のうちの一人だったわけであり、引き当てる日が訪れるとは。あ、そういえば一等の景品って、あなたを神様にして差し上げますわ。え？はっ、せやっ。あれ、ここは？痛くね、血も出てね、タンコブもね。あなたを神様にして差し上げますわ。まさかな、神様ってそんなアホな。そうだ、とりあえず帰らなきゃ。また妹のやつに叱られちまう。ご機嫌麗しゅうございます。ようこそ天界へお越しくださいました神様。新しい目覚めの朝ですわ。神様？心配しましたわ。説明書に書いてある通りにしましたのに、このままお目覚めにならなかったら、私、神殺しの大罪を背負う羽目になっていました。神？あのさ、俺が神様になったっていうのはマジなの？一辺の偽りもなく大マジですわ。あなたは由緒正しき運命の抽選機によって見事神様に選ばれたのです。くじ引きで神様選ぶって正気かよ。絶対嘘だこれ。あれ、おかしいですわね。もっと喜んでくださると思ってましたのに。いきなり神なんて言われて喜べるかよ。つか、そもそもお前は何者なんだよ。これは申し遅れました。私の名は早乙女リリエルと申します。
ゆる世間一般で天使と呼ばれる存在ですわ。天使？見た目メイドなのに？でもって名字が早乙女？一体どこから突っ込めばいいんだこれ。天使にも名字ぐらいありましてよ。そうですか。じゃあ天使がメイド服着てるのも気にしちゃダメなわけですね。けどよ、天使なのに頭の上に輪っかも羽もないってどうなんだ？ありますわよ、ハイローもフェザーも。これで納得していただけましたか？神様？ああ。確かに天使みたいだな。つうことは俺が神様ってのも本当なのか？マジかよ、信じられねえ。私早乙女リリエルはあなたに専属でお仕えする天使です。今後ともよろしくお願いします、神様。俺は神楽坂蓮也様ですわよね。なんで知ってるんだ？天使ですから。なあ、質問していいかな？はい、どうぞ。私がお答えできることでしたら何なりと。仮に俺が本当に神様に選ばれたんだとしてだな、もし俺が神様辞めたいって言ったらどうなるんだ？私もあまり詳しくは聞かされていないのですが、説明書を読んだ限りではどうやら食べられるそうです。食べられる？どういうこと？お前が食べるのか？まさか、私はそんなこといたしませんわよ。じゃあ誰が？さあ、説明書にはそこまで書かれていませんので、誰に食べられるかは不明ですわ。一つだけ確実なのは、俺が一等賞という名の壮絶なハズレくじを引いてしまったということだな。まあまあ、せっかく神様に選ばれたのですから、悲観するよりもポジティブにお考えになられてはいかがですか。微力ながら私リリエルも精一杯サポートさせていただきますので。それでは神様、私の先輩たちをご紹介いたします。どうぞあちらへ。先輩って他にも天使がいるのか？はい、
この天界には私を含めて7人の天使がおります。私のように専属ではないものの、神様のお仕事をサポートさせていただくメンバーとなります。ではこちらへ。夢から覚めたと思ったらまだ夢の中でした。そんなオチは明後日の彼方へ飛んでいっちまったわけで、神様になっちまったっていう実感もこれっぽっちもわけはしない。そりゃそうだ、まだ何もしてないし。だけど長くて綺麗な髪を揺らしながら俺を案内する女の子は確かに天使だった。メイドの格好をしてるし、サートメなんて名字までついていて、クエスチョンマークはつきないけれど。先輩方、運命の抽選機に選ばれし神様をご案内いたしましたわ。